はいどうも、ザシルガーマウンテンズのりょうです。と今日はですね、大阪の枚方市にある、今国見山というところに来ております。今実は奥さんと娘が友達の家に行ってまして、空き時間が3時間ぐらいあります。友達の家に送って今近くの、ね、山を探したところ、サンドイッチ山っていう山があったんでちょっと気になって、車をね置いて登りに来ました。駐車場が今そこにあって5台ぐらい止めれそうなスペースがありました。じゃ今からねちょっと国見山とサンドイッチ山の方に登りたいと思います。はい、なんかジンタンの工場ですかね、会社？ジンタンってよ、ダウンタウンのまっちゃんがジンタンって言ってるやつですね、多分。近畿自然歩道になるんですね。結構ね、地元の人たちが来るような感じの裏山っぽい雰囲気があって、非常に和やかな空気です。雨降ってきたな。と最後階段を登ると国見山の頂上です。京都やけども。あ、京都なんですか。京都でもすぐそこの京都。あ、そうなんです。はいはい、僕も京都から。どこですか。京都の左京、ちょうど比叡山の近くで。私は八幡。あ、そうなんです。もう20分だ。はい。いつも来られて連れて来てもらう。あ、そうなんです。そう。低山ばっかり、年寄りやから。低山ばっかり。低山も面白いです。うん。ね。面白い。一人で登ってられるの。はい、今奥さんと子供が友達の家に行ってて、待ち時間が3時間ぐらいあるんで。それアイデアやな。はい、なんかショッピングモールとかもあったんですけど、いや、まあ、それは山の方がいい。そう、山の方が絶対いいじゃないですか。それいいアイデアやな。いや、雪山もいいんですけど、こういう低山もねやっぱりいいですね。なんか穏やかに過ごせて、いや、来てよかったなと思います。で今から、サンドイッチ山の方に向かいたいと思います。はい、今サンドイッチ山に向かってるんですけど、結構ね地元の人が犬の散歩ですとかお子さんと来られたりですとかして、こんな山がね家の近くにあったらいいなと思います。非常に雰囲気のいい山になってます。はい、サンドイッチ山です。あなたに出会いで感謝。今日は素敵な一日をお迎えください。ありがとうございます。
や、かわいい、かわいいですね、標識が。結構最後の登りが急でした。いいな。通行にご注意ください。霞網を設置して鳥類調査を行っています。なるほど。うわ、いい、おい、生きてる、おい、お、え、向こうにも4、5羽、かなり鳥が絡まって、定期的に調査員が見回っていますので、網に鳥がかかってもお手を触れないようにお願いいたします。なんとも言えへんな。はい、2時45分、白旗池です。あ、お疲れ様です。ちょっと行く予定なかったんですけど、観音岩を見たいんで河野山に行こうと思います。西日が差してきてあったかいな。暑いぐらいですね。暑いっすね。野鳥がめっちゃいます。なんか野鳥の研究とか観察とかも有名なんですかね。さっきの鳥ネットも観察対象になる鳥を捕まえてたのか、そんな気がしてきました。お、すげえ、暑い。天狗岩ですね。ちょっとキャピキャピとした中学生がいっぱいいて何もできませんでした。でも健康的ですよね。日曜のこの時間に山にいる中学生女子、健康的でいいですね。なんか男の子もいてラーメン作ったりしてたんで、すごいね、なんかいい遊びをしてるなと思いました。ちょっと奥さんと子供を迎えに行く時間が迫ってるので急いで下山したいと思います。はい、ということで今下山してきました。登りとはまたね違うところに降りてきました。
今から街中を通って友達の家まで帰ろうと思います。非常にね3時間いい時間が過ごせましたので、もし興味がある方は概要欄の方に、ヤマップの URL を載せておくので、よろしければそちらを参考にしてください。ということで今回もありがとうございました。さよなら。